岩盤規制改革で目指すもの、国家戦略特区×成長戦略と題しまして、パネルディスカッションに移らせていただきます。それでは本セッションのモデレーター、パネラーの皆様をご紹介いたします。竹中平蔵、国家戦略特区諮問会議有識者議員です。竹中様、ステージへどうぞ。小池百合子、東京都知事です。小池様、ステージへどうぞ。広瀬栄、養父市長です。広瀬様、ステージへどうぞ。八田達夫、国家戦略特区諮問会議有識者議員です。八田様、ステージへどうぞ。本セッションの進行内容ですが、はじめに小池百合子東京都知事によるプレゼンテーションを行っていただきまして、次に広瀬栄、養父市長によるプレゼンテーションとなります。そして最後にパネラー全員によるディスカッションという進行になります。ここからの進行はモデレーターの竹中様にお願いしたいと存じます。それでは竹中様、よろしくお願いいたします。はい、改めまして皆さん、こんにちは。今日は国家戦略特区のシンポジウムにおいていただきまして、本当にありがとうございます。ただいま山本幸三大臣から、この力強いメッセージをいただきまして、さあこれから、小池知事、広瀬市長、八田先生を中心に、これについて の、まあ、パネルディスカッションをぜひ始めたいというふうに思っております。まあ、とにかく、もう何のための議論かという説明はないと思いますので、今日はもう小池知事、広瀬市長という、まあ、この特区のある意味で推進のスターの首長さんに来ていただいてますので、早速プレゼンテーションしていただきたいと思います。小池知事、連日豊洲のことを今日は全く聞きませんのでですね、ぜひ思い切って国家戦略特区についてのご説明をお願い申し上げます。小池知事、よろしくお願いします。皆様こんにちは。ただいまご紹介を賜りました、東京都知事、1ヶ月少々でございますが、新米ではございますが、よろしくお願いいたします。小池百合子でございます。この国家戦略特区、そして規制改革など、山本幸三大臣がお付きになったということで、大変私喜んでおります。何よりもこれこそ構造改革ではないかと、このように言っているわけでございまして、いつも仲間として、共に、規制改革にも取り組んできた、観光の方にも取り組んでまいりましたということで、ましてや竹中先生がこの音取りということでございます。東京都としてもですね、この制度をしっかりとフルに活用させていただいて、むしろぐいぐい引っ張っていく、そのような牽引役になれればとこう思っているところでございます。東京の課題、たくさんございます。いろんなポテンシャルもある、そこをもっと引き出していく、それをより輝かせていく、そのことが首都東京としての役割ではないか、また日本経済のそのエンジン役である東京をどうやって、この再びですね、活性化して、そしてその世界の中での大きな役割を担っていく、そのような、鳥の目とそして虫の目を持ちながら進めてまいりたいと、このように考えております。実は私、3つのシティを標榜させていただいております。東京大改革なんて言って、東京大反転ではございませんので、間違えないようにしていただきたいと思います。たくさん改革をしていく、その中で3つのシティというのに、集約をさせていただきます。
まずセーフシティでございますけれども、より安心で、より安全、そしてより元気な首都東京を作っていこうということでございまして、首都直下型地震、テロ対策、オリンピック・パラリンピックについての安全も重要でござ、安全の確保も重要でございます。そして、このもっと元気にしていくためにもですね、まずセーフシティ、安全でなければいけないということで、最初のセーフシティ、そして次がちょっと英語にするとスペルが S と C で違ってしまいますけれども、引っ掛けましてダイバーシティでございます。これは女性も男性も、子どもも大人もお年寄りも障害を持った方もみんな生き生きと暮らせる、そのような制度、街を作っていくということで、ダイバーシティ、2つ目のシティでございます。3つ目のシティが世界に開かれた環境金融先進都市でございます。これら新しい首都東京を作っていくということで、この3つのシティを進めていく。そのためにはですね、国家戦略特区というのは大変重要なツールになっていくわけでございまして、今まで以上に徹底して活用してまいりたいと考えております。次に、こちらでご覧いただければですね、特区の、都市再生の特例、でございますが、現在東京都では、ここ虎ノ門地区、それから東京駅の周辺地区等におきまして、28のプロジェクトを特例の対象といたしております。そして事前に都市計画目標などを掲げることによってスピーディーな整備に取り組んでいる。でこれらにより、まあ、経済波及効果、まあ、ざっと約10兆円と見込んでいるところでございます。例えば大手町から兜町の地区でありますけれども、それぞれの地区の特性を生かした、まあ、金融ビジネスの国際、交流拠点が整備されていくことになります。虎ノ門地区におきましては、地下鉄の新駅、住宅、インターナショナルスクールなどの生活環境の施設が整備されていくこととなります。今日は大手町から兜町地区におけます国際金融都市の実現、虎ノ門地区における外国人を呼び込むための食住近接の空間づくり、この2つのテーマについてご説明をさせていただきます。まず大手町でございますから、失礼、大手町から兜町地区における国際金融都市の実現であります。私はテレビ東京のワールドビジネスサテライトの初代キャスターでございました。もう懐かしい、バブル崩壊後奈落の底に落ちていく、ちょっとその寸前で日経平均株価はだいたい2万6000円台、当時の原油価格約15ドルバレル当てるというような、そういうことを紹介をし、だいたい株の出来高も毎日約30億とかですね、まあ、そういう時代を知っている一人でございます。そしてその番組のコンセプトそのものが、東京、ロンドン、ニューヨークというこの3つの拠点を結んで情報をぐるぐる回していくというのがコンセプト。しかしながら時間が経つにつれて、香港だ、そしてまた上海だ、シンガポールだということで、アジアの拠点についての東京の魅力、どんなものかなと私自身も思っていたところでございますので、今回のこの国家戦略特区活用してですね、もう一度東京その座に戻していきたいという強い決意で選挙中も訴えさせていただいたわけでございます。要はアベノミクスの成長戦略を引っ張るためにも、アジアナンバーワンの金融拠点としての地位を取り戻していこうということが今回の東京大改革の目標の一つでもございます。で現在大手町から日本橋を経まして兜町までの地区では、民間事業者の方々でさまざまな取り組みがすでに進められているところでございますが、大手町丸の内地区ではすで、に銀行、証券会社などの大手金融機関が立地しております。さらに弁護士、会計事務所なども集積されているわけでございまして、国内外の幅広い金融系企業の、まあ、誘致が進んでいるところでございます。また日本橋地区でありますけれども、多くの製薬関連、薬ですね、製薬関連企業が立地しているという伝統的な地域でございますが、日本橋ライフサイエンスハブなどの拠点で、一般社団法人リンク J が産学官の交流連携の機会をこうクリエイトしていただき、ライフサイエンス領域のイノベーションの事業化促進に向けた取り組みが進められているところでございます。
さらに兜町でありますけれども、証券業協会の 業界団体において資産運用会社の新規参入の促進に向けた取り組みが進められているところであります。私はこのように金融活性化のポテンシャルが高いこの地域でございますので、国と関係する区、それから民間事業者の皆様方としっかりとタッグを組んで、2020年には海外の高度金融人材が集まる小形成と進めてまいります。ちょっと時間の読み方は間違えたので、これからちょっと駆け足でまいります。次でございますけれども、金融系の企業を誘致するということですけれども、東京駅前の JP ビルにビジネスコンシェルジュ東京、ここで金融ワンストップ支援サービスを開始いたします。まあ、金融法令というのは日本人にとっても難しいところがありますけれども、そこをですね、インターナショナル、法手続きの助言を行うということで、そういった専門家も紹介するワンストップサービスとなります。合わせてインターナショナルスクール、病院の紹介などもしていくということであります。まあ、東京はですね、これからももっと外国企業の誘致にも取り組んでいくということで、日本への直接投資の比率はもうジンバブエレベルでございますので、これをぜひとも盛り上げていきたいと、このように考えているところでございます。次ですけれども、ビジネス拠点の整備で、これは5つのプロジェクトが特例対象となっておりまして、金融ビジネスにおける最新の交流集積拠点、これをスピーディーに整備をしてまいります。丸の内大手町には金融人材を育成いたします金融ビレッジ、それからフィンテックを推進するフィノラボなどの金融交流拠点がございますけれども、常盤橋地区におきましては東京駅前の立地を生かした最新の拠点が整備されて、さらにこの交流の活性化が期待されるところでございます。それから日本橋については先ほどお話しした通りでございますし、兜町地区などなど、それぞれの町の特性を生かして、この活性化をしていこうというものでございます。それからここが重要なんですけれども、これを生活環境の整備を推進していくということが重要であります。外国からの高度人材の方々にも日本東京にお越しいただくということから、今月から聖路加メディローカスで外国人医師の特例を活用した診療が開催されます。これは全国初の取り組みとなります。それから東京駅前にはインターナショナルスクールを誘致する、その推進のためにまちづくりの観点からのサポートを東京都として検討をしてまいります。それから次が家事使用人の関係でございますけれども、先月末、区域会議におきまして、東京都は外国人材による家事支援特例の活用を提案させていただきまして、これと合わせまして、海外の高度金融人材誘致の特例も要望してまいったところでございます。これによりましてですね、外国企業を呼び込むといっても、実はそこで働く人たちの環境を整えない限りはですね、なかなか来てくれないっていうのが実情でございますので、それをしっかりと整備をしてまいりたいと思います。あとこの虎ノ門地区に触れさせていただきたいと思いますけれども、こちらは食住接近の場所として、その空間を作ってまいります。特に外資系企業はこの近辺、虎ノ門地区をはじめとして港区にはですね、785社、東京全体の3分の1が集中しているわけでございまして、ここを集中的にですね、快適なビジネス、そして、生活の環境を整えるということであります。そして2014年にオープンしたこの虎ノ門ヒルズの周辺でございますけれども、あと神谷町の駅前周辺、こちらも国家戦略特区を活用しまして、東京オリンピックパラリンピックの開催も見据えまして、外国人を呼び込む、食住近接の空間へと大改革をしてまいる計画でございます。で、具体的な取り組み、こちらの方で見ていただければと思いますけれども、地下鉄日比谷線の新駅が整備されることとなっているわけでございまして、大変銀座線はですね、虎ノ門駅のプラットフォーム、大変混雑しております。で、隣接するプロジェクトの敷地を活用して、大幅に拡充されることとなります。それから虎ノ門ヒルズに隣接するビルに、羽田空港と結ぶバス
スターミナルが整備されることとなっておりまして、これらの地域はですね、すべてバリアフリーで接続されることとなります。それからビジネス生活環境の整備でございますけれども、虎ノ門4丁目地区で地域資源を発掘して、それらを海外で通用する商品に磨き上げるという考え方、それからクリニック検診センターなどの医療サービス機能、生活コンシェルジュ機能、これを整備をしてまいります。また虎ノ門地区の特区プロジェクトによりまして、約2000戸の都心居住の住宅の整備と、愛宕地区においては長期滞在の外国人のニーズに対応いたしました大型タイプの住居サービスアパートメントなど、これらのことを総合的に進めていく。それから子女教育も重要でございまして、虎ノ門麻布台地区でのインターナショナルスクール誘致推進のため、先ほどは東京駅前と同様でございますけれども、まちづくりの観点からのサポートをしてまいりたいと存じます。もう時間が来てしまったようですけれども、最後でございます。今日は東京駅虎ノ門地区周辺についてご説明をさせていただきましたけれども、これらの取り組みで優れた技術ノウハウを有する外資系の企業の誘致を活性化させて、アベノミクスの成長戦略に貢献してまいりたいと考えております。また特例対象プロジェクトを今後新宿池袋田町品川駅周辺などにも大幅に拡大をいたしまして、経済波及効果をさらにレベルアップをしていく考えでございます。どうぞこの東京大改革、皆様方と共に進めてまいりたいと存じますので、よろしくご協力のほどお願い申し上げまして、私からのプレゼンテーションとさせていただきます。誠にありがとうございました。はい、小池知事どうもありがとうございました。本当に、東京大改革大改造のイメージがこう浮かぶような見事なプレゼンをしていただきました。ありがとうございます。今の話にもありましたけども、国家戦略特区っていうのはその、国全体で規制改革が難しいときに先行的にこの特区で、規制改革を進めよう、実はこういう制度を進めれば進めるほど各地域の首長さんの役割っていうのが非常に大きくなるということを感じておりました。残念ながら、小池知事が就任される前ですね、東京都の例えば家事支援の話にしてもなかなかこう進まないというじれったさを正直言って私たち感じていたんですが、小池知事就任してすぐですね、例の外国人労働の家事支援を受け入れていただいて、またいくつかの提案をいただいて大変頼もしく思っております。手短に小池知事1点だけ、一番最初知事になられて総理官邸に行かれて安倍総理とご挨拶されたときに、この国家戦略特区を活用してアベノミクスを推進するというそういう話をされたというふうに新聞報道されてますけれども、どういう具体的なお話をされたか差し支えない範囲でぜひちょっと伺ってよろしいでしょうか。はい、やはり特区でですね、まず東京を元気にすることが、すなわちそれが日本に広がっていくということなども強調させていただいたところでございます。また特に女性の活用といいますし、女性の力、日本はもう本当に人口の半分が女性でありますけれども、それが十分生かされてないことに私は大変もどかしさを感じて、世界に行きますとね、いろんな議会など見てましても、カラフルなんですね。カラフルっていうのは日本の国会と比べ、日本の国会はほぼ黒々としてるんですが、女性がその意思決定の場にたくさんいるということはですね、まさしくその国のですね、いろんな可能性を引き出す入り口にもあるということで、でこの女性の活用ということ、活用というと叱られちゃいますけど、女性のその力を引き出すという点では安倍総理も大変熱心に取り組んでおられるので、その背中をさらに押していこうというふうに思っております。総理も大変楽しみにしていただいているのではないかと思っております。はい、ありがとうございます。また後で具体的な話についてぜひ突っ込んだ議論を時事にしていただきたいと思うんですが、実は、特区の制度を作るときに一つは、国際都市、もう一つはやはり地方の中核になる農業を中心とした強い拠点ということで、そこに果敢に挑戦してくださったのが矢部市の広瀬市長でございます。広瀬市長から今日はこれまでの取り組みを含めまして少しご説明プレゼンテーションしていただければと思います。よろしくお願いします。